台風14号に関する最新情報をお伝えします。台風14号ですけども東シナ海に停滞しほとんど動きがありません。ただですね、これから明日明後日にかけてはようやく動きが出てくるような状況となりそうです。まずは現在の状況、雲の様子を気象衛星ひまわりの画像で見ていきたいと思いますが、こちらですね、こちらの方を見ていくとですね、東シナ海の方に、白い雲の塊がありますけども、これが台風14号になります。この後台風14号が動き出すにはまだまだですね、気圧の谷の接近というのが必要になってくるわけなんですけども、こちら衛星画像を広い範囲で見たときには、ではその台風を動かす気圧の谷はどこにあるのかというところなんですが、ちょうどこのシベリアのバイカル湖付近からこのモンゴルにかけてのあたり、ちょうどこのあたりに現在気圧の谷があるんですね。この気圧の谷が徐々にから明後日にかけて接近してくる、それによって引き上げれるような状況となり、台風の方は動き出すといった流れとなりそうです。それではですね、台風の現在の位置、今後の進路を見ていきたいと思いますけども、台風14号15日の15時現在、東シナ海に停滞中です。中心気圧は992ヘクトパスカル、最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルです。明日16日の15時には北西にゆっくりと進んでいるような状況となって、中心気圧は992ヘクトパスカル、最大風速は23メートルです。最大瞬間風速は35メートル。その後気圧の谷が接近してきます。こちらの方冷たい空気も一緒に入ってくる、乾いた空気も入ってくるということもあって、台風の方は温帯低気圧に変わってくるといったような形となりそうですね。で、17日の15時の状況となりますけども、こちら見ていただくと、もうすでにこの時には温帯低気圧に変わっている。ただし中心気圧は16日よりも下がります。最大風速も強くなるということもあって、温帯低気圧に変わってこの後発達するといった状況となりそうです。発達したまま温帯低気圧は18日の土曜日には北日本の方にも接近するということもあるので、温帯低気圧になってからの方が広い範囲で大きく影響すると見た方が良さそうです。雨風のピークの時間帯確認していきますけども、やはりこちら見ていただくと17日18日の方が広い範囲で影響が出そうです。黄色で塗られたところは強風に注意の時間帯、また雨の意向が出ているところは強い雨に注意の時間帯という形とどうもなりそうなんですが、その中でも特に17日から18日にかけては交通機関への影響も出る可能性があるので、最新情報はこまめに確認するようにしてください。以上、台風14号に関する最新情報をお伝えしました。